の動画ご覧いただきありがとうございます。今日何をするかというとこちらボンスター、これがサビ取りに一番効果的というので、今日はちょっとこのボンスターというのを買いました。それでこれ12個入りで、ちっちゃく分かれてるので使い捨てタイプです。これでちょっと磨いていきたいと思います。これ材質は鉄スチールールということは、あれ金たわしの 肌のちっちゃい版かなと思ってます。こんな感じです。これでちょっとサビが本当に簡単に取れるか試していきたいと思います。なんかすごいこれふにょふにょです。てなわけでちょっと今日はこのゴリラの方で試したいと思います。このフェンダーの裏が張ってるのでこちらを落としていきたいと思います。これどうしても純正のこの鉄のフェンダーは裏がよく錆びます。スチールの1500円ぐらいのマットに綺麗なフェンダーいっぱいあるんですけどね、やっぱりこの純正の鉄にこだわってつけてます。これ全体的にレッスンはしたんですけど、まだまだやるところいっぱいあるんですけど、これから細かい作業でピンポイントで、きれくやっていきたいと思います。こんな感じ。さてこのサビがどうなるかご覧ください。まずは何もつけずこれだけで擦ります。ちょっと水をつけてみます。なかなか落ちなかったので今度はサビ落とし、サビ落としのこれなんていうんですかね、これ所さんの YouTube で言ってたサビ落としにはいいっていうやつ、これを使ってみたいと思います。なんか散髪屋さんでパーマ当てる時の匂いがします。しばらく放置します。こんな感じ。
結局大変なので機械で磨くことにしました。このボンスター、まずはボンスター使いました。これボンスターでいいなと思ったのは、このサビがあのこってりになってない、この薄くなってるところ、これをボンスターで磨けば、これ見ての通りピカピカに光るようになりました。それであのサビが頑固にこびりついてないところは、このボンスター全然 OK かと思いました。それでついでにあのこのボンスターで擦る前に、このサビを剥がし剤、ネジザウルスリキッド、まずこれを浸透させました。これを浸透させて、でサビを浮かせて、それでこのボンスターも試しましたけど、結局それがこの中央部分で初めよりは綺麗くなったんですけど、ピカピカにはならないということで、次にこの電動工具しびれ切らせて出してきましたけど、これではダメでした。まあいろいろこのペーパーとかね、いろいろ使ったんですけどダメでした。検証結果としまして、それでこれをピカピカに、するのは、あと100番の耐水ペーパーで磨いて、次、300番、400番、800番、1000番とどんどん番数を細かくしていけば、最終的にあの研磨剤で、共鳴してやったら、あの鉄でもピカピカになると思うんですけど、けどすぐに錆びるので、あまりおすすめはできないと思います。それでも今回このフェンダーはずっと使っていこうと思ってますので、まあ比較的表面はいけるかなっていう感じなんで、裏面なので、これまあ半日か1日、今ちょっと水とかいろいろついてるので、これ乾かしてからもう塗装することにしました。てなわけで、このボンスターは検証結果としまして、サビが薄くなってるところはもう全然 OK です。けどサビがもう頑固な、もう上を腐食してるようなところはちょっと難しいかなという検証結果になりました。それでこれ多分アルミホイルのこう吹いてるのとか、そういうのは綺麗くなるかなと思いましたので、今度ちょっとアルミホイルの錆びてるのとか、ちょっと試していきたいと思います。それで、今日はもうこれで塗装して終わり、これ以上錆びさせないという形で、終わっていきたいと思います。結局シャーシブラックで塗装することにしました。はい、動画最後までご覧いただきありがとうございました。結局最終的には塗装しました。それでさっきも説明しましたが、このボンスターはサビがうっすら乗っていってるところはすごく綺麗にピカピカになりますけど、あんまり、強くすると表面に傷が入ったりするので、ちょっと気をつけてくださいということで、最終的にはもうシャーシブラック塗ったので、これで、しばらく錆びないしいいかなと思ってもう塗装しました。こんな感じで、あとはちょっと磨いてから装着したいと思います。というわけで、今日も最後まで動画ご覧いただきありがとうございます。またこのやり方がいいぞとか、
そういうのがございましたらまたこちらの方書き込んでください。また参考に、私ができることは検証していきたいと思います。というわけで、本当に今日も最後までお付き合いいただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。というわけで次の動画でお会いしましょう。さようなら、ありがとうございました。